どうもおはようからこんばんは、殿でござる。スティーズスカイライン続きをやっていきましょう。現在人口は3万2000人近く、収支の方はプラス2万4000ぐらい。まあ現在貯蓄はまあまああるとは思いますが、まあ、とりあえずこの辺の人材不足、ここはね、一応農業をしていたんですけれども、結構やっぱり人がいなくて、まあまずは住宅を作ってからの、工業とか商業だと思うんですが、現在需要の方で言うと右下、まあ商業がちょっと足らないかなっていう、まあ全体的に伸びては来ているんですけれども、なので今回はいよいよこっち方面に、まあ、進出していこうかなって思います。まあこの辺、まあ渋滞してくるならば、まあこの辺あたりでしょうね。やっぱりこのバイパスのずっとこの延長かな。でも条例とかでいろいろ設定しておけば、こう大型車両がまあ通行禁止とかいろいろあるんですが、できるだけ面倒くさいことは避けていきたいんですよね。見てるとこの辺通っている車はいるっちゃいるな。まあ、放置している間に、まあ、こうやって需要もちょっとは伸びてきているんで、じゃあやっていきましょう。ひとまずはこの辺は住宅かな。もともとはこの川の上のレジャー施設のかな、まあ、そこに行くための道路として最初作っていたんですけれども、まあ、住宅ぐらいはいいか。まあ、風力発電とかはあるんですが、まあ、後々電力がつながれば壊してはいきたいが、まあ、まずはざっくりこの辺かな。あとは港ですよね。前回結構ね、渋滞していたんで、どっちか一つはこっち方面かな、この辺に移してもいいかなって思うんですよね。移して、でこう橋を伸ばして、この辺で、ここのキワキワはいけるから、ここにこう道路を作ってこっちにつなげる。で電力も風力発電もごっそり引っ越ししてもいいと思うんですよね。でちょっと北に伸ばして、この辺に居住区画にして、こっちの方に人が流れていくようにするっていうのかな。でここ相変わらず人材が足らないって出ているんで、その辺を解消していきたいなって思うんですよ。ですがとりあえずはまずはこちら方面だから、この辺を住宅にしておいて、でここはエルクバレーという、まあここ結構ね肥沃な土地なんで、こっちはこう畜産関係で行こうかな。なのでざっくりこの辺を埋めていきましょう。といってもこんなものでいいかな。といっても家が建たないな。電線とかこの大きな川ってまたぐことできるかな。よいしょ、なあできますね。できますが、まあ、こっち方面かな。一応伸ばすだけ伸ばしておく。需要ものすごい伸びてきているが、家は建たないんですよね。こっち方面にいらないってことなのかな。でも多分あんまり話しすぎてもしょうがないと思うんですよね。この辺結構居住区画にしているんですが、じゃあこっちに商業を作ったところで、こうこっちに人が流れていくかっていう、言うとどうなんだろうな。作ってみるだけ作ってみてもいいとは思うが、じゃあこの辺は商業。まあ後々伸ばしていく予定ですが、ひとまずはこんなものかな。こっちには流れてきてほしくないから、じゃあここは高密度。これで立つかな。ちょっと様子を見ていきましょうかね。だって現在商業全然足りていない状況ですよね。どの辺の地域なんだろう。まあ、多分こういう風にね、商品を売り出す場所がないですよっていう印もある、メッセージもあるんで、この辺商業にしようか。でも汚染されているからな。あ、よかった、施設はちょっとだけ立っていますね。じゃあこれで電線で
今この辺りということは、この辺から伸ばすことはできない。使用中か。一応枠で言ったらここだから、会場にこんな感じに作っても多分いけるんでしょうね。本来電力は届くはずはないんだがなここで切れていますもんね。それを言ったら、じゃあこの辺の電力ってどうなっているんだろう。こう地下に埋め込んでいるんだろうか。やっぱり商業施設なんですね。住宅の方は、まあ、立ってはいても一軒、あ、でもこっちも立っている。あ、また例の赤い家ね。ちょっとこう昔の昭和っぽい家ですよね。ちょっとトタンっぽく見えるが、ね、瓦の屋根で、こっちはでも普通の家ですよね。で、今工業を作ったところでどうせ人が足らないって出るんで、そこは一旦様子見になるんでしょうね。あ、でももう立つんだ、早いな。ね、どんどんこう向こうの方に行きたいですよね。ちょっとテクスチャが相変わらずおかしいことにはなっていますが、でもこっちのこの視聴者の中心付近、まあ、このエリアかな、この画像だけで見ればまあまあうまく機能しているかなって思うんですよね。とか言っていると収支プラス6万5000まで増えたな。で、これは燃料が足らないって出るんですよね。で、こっちの方にここまで実は伸ばしておりまして、ここ石油が結構取れるらしいんですが、そこに石油系の発電、これかな、石油火力発電所作ってもこう燃料が足らないって出るんですよね。でも実際はここ燃料いっぱいあるはずなんで、うまく機能するとは思うんですけれどもね。果たしてなぜなのか。てかもういい加減これ壊そうか。多分電力の方は大丈夫のはず。情報ビューで言うとこんな感じ。電力の充足度は現在マックスの状態。幸福度とかは依然と高いんですけれども、下水が微妙か。この辺作ろうにも結構崖が急すぎるんですよね。で、ダムは壊しておいて、こんな感じで道はつなげていますが、あんまり車は通らないな。こっち通るよりかは快適にこの街に生きるんですけれどもね。人が足りていないんですね。無理やりにでも道路を伸ばして、この辺に、ね、居住区画を作れる場所を増やした方がいいかな。現状では渋滞とかしていないわけですし、かといって交差点が増えるのも嫌なんですよね。とか言いながら伸ばしていくという。それでもちょっとですよね。ここには多分学校的な何かがあって、ちょっと一軒壊してしまうが、でもこんな崖に家作って住みたいって思う人いるのかな。まあいるから多分家は建って人は入っていくんでしょうけれどもね。で、人が足らなくて放っておくと廃棄されてしまうんですね。そこら辺はあちこちでそういう問題が起きています。で、騒音で言うと、あんまりこう騒音の被害が少ないならこの辺にも、ね、家は建てていいとは思うんですが、微妙だな。まあでも言うほど通りは少ないから、こっちからこう道を伸ばしてこの辺にこう居住区画を作っていっても
まあありか、こっちも農業にしようと思っていたんですが、現状ね、ここ工業作ってもしょうがないから、汚染もちょっと心配ではありますが、選択でうまく汚染が届かない範囲まで家を作りましょう。でも船の行き来むちゃくちゃ多いですよね。やっぱりそのせいでこう出入りが激しくてこの辺が渋滞してしまうんでこれとか大丈夫かな。もう詰まってるじゃん。でもこういう貨物港っていうのかな、工業区画の近くがいいんで、となるとこっちか、こっちをここまで引っ張ってきて、こっからこう橋をかけてこっちに伸ばしていくのもありかな。でもこっちの方は特に人が足らないっていう話はないですよね。ここね、じゃあ家も建ってきていることですし、教育機関かな、ここと、あ、でもこう崖沿いにこうね、よくアニメであるじゃん、こう崖の上っていうのかな、こう山の上とかちょっとこう坂を登った先に学校があるとか、そんなイメージとかいいなって思うんですが、まあ電力が届かないんでそこは一旦諦めよう。諦めてこの辺かな。でも電力大丈夫かな。高校とかはイメージとしてはこの辺に作っていきたいんですけどね。どこまで急なところまで行けるかな。この辺は全然ダメって出るんですね。斜面が急すぎる、傾斜が急すぎるって出る。一応ね、一応風力タービンは置いておくという。よし、とりあえず道は伸ばしてみました。でね、ここ見るとこの地面が剥げているように見えるんですけども、ちゃんと風力タービンがあるっていうね。話しすぎると密集しすぎているんで消えてしまうっていうのかな。ちゃんと回っていますね。離れると消えるんですがね。でこっちまで道を伸ばしてきたんで、これでこれかな。移動させるのもちょっと危ないかもしれないが、この辺までね、こっちでいいかな。あ、でも道がつながっていないな。ちょっと変更。ここは角っこになる。で、あとは道路を伸ばしていけばいいんですね。多分住民から大ブーイングが出ていることでしょうけれども、まあしょうがないですかね。おっと、しかも道がつながっていないって出るんだ。これでいけるんですね。まあでもこっちからこう向かってきている車ってそんなに多くはなくて、むしろこっから出ていく車が多いんですよね。で、行き場をなくしたこの船はどうするんだ。もう崖に貫通していくのか。迷子、いや迷子になるのはいいですけど、ダメ、とんでもない災害が起きていますか、事故が起きているか。あー、迷子になるあまりに貨物港に貫通していく。そうか、迷子っていうのもあるんだ。ちゃんとそれ積み込みできる。
で迷子になったんで次はこっちに行くんですよね。でこっから人がわらわら出てきてこう向かっていってここを通ってこっちに行くと。結局こうやって迷子になった客船がずっとこの辺ぐるぐるしているんですよね。そういうのどうにかできないかな。48人を乗せた客船。こういう貨物船は順調に出て行っていますが、輸送先スプリングウッド、あっちの港が見えているかな、そっちに行けばいいんですよ。ね、見えるでしょうに、航海士さんあたりかな、多分困ってこの辺をぐるぐるしているんですね。まあいいや、それはこの町の、まあ、名物としておこうかな。で、現在住宅は十分で、あとは商業、工業、人口は32,500人。あ、でもいいね、こういう通学路、こう坂道があってこう登っていくとこうね、学校があるっていう。まあ多分登る方大変だろうな。でも現在お金がむちゃくちゃ余っている状況なんで、そろそろちょっとランドマーク作っていきましょうか。動物園とかありますよね。道沿いに作っているんだがな、まあ、結構騒がしい動物園かな。多分動物たち相当ストレスになりますよね。じゃあやっぱりここをね、畜産にしているからこの辺に作ってみようか。ここに動物園、お、町は順調に成長してる。ありがとうマイヤーさん。まあ、まだできたばっかりですからね、まだ動物とかは入っていないんでしょうね。鳴き声だけが聞こえるんだが、私には動物なんて見えないんだが。いや、こっち側の駐車場ね、多分止めたところで出れないと思うな。こっちぐらい余裕があればいいんだが。障害者用も 2箇所しかないんだ。まあ、以前だったテーマパークに比べたらだいぶ車は置ける状況ですが、あと何ができるんだろう。新たに解除されたもの、公園系が多いな。税務署も実はこれ建てているんですよね。オペラハウスで、スタジアム、こっち方面作ってあげてもいいんですけれどもね、本来は道のためだけにこうやってね、風力タービン開けておいたんですが、まあいいや、ちょっと動物園建ててだいぶ満足しているところはあるんですけれどもね。でもこっち側の公園がないんですよ。公園系で言うと井戸端は作ったし、あとは生と死の噴水、おお、富の像、都市の富を擬人化したもの、でも施設がすでに存在しています。私作ったことあったっけな、あんまり記憶がないな。でこっちは行けるんですね。お、これが生と死を司っているオブジェらしいな。あ、でもこっから見るといい眺めだ。
ちょっと向こうにいろいろ情報は出ているが、お、なんて素敵な街なんだ。ゆくゆくはこの辺も発展してくれたらもっと眺めが良くなるんでしょうね。山の上から見るとこういった感じか。いや、だいぶ発展してきましたね。次の、マイルストーンかな。次まではまだまだ3万6000なんですよね。相変わらずこの船はここでくるくるしたままですし、じゃあ名前タイタニックにしておこう。これが新たな我が町の名物ですよ。交通タワーも建ててはいたが、大きなオフィスビル、商業扱いになるのかな。まあでもそんなことはないな。動物園どうかな。お、二人来ていますね。動物がいない動物園。わかるのは鳴き声だけかな。あ、でもちゃんといる。シロクマかな。あ、恥ずかしがり屋なのかな。私が見ていると帰っていってしまった。じゃあこっちは何なんだろう。鳥らしいですが、まあ、ピヨピヨは聞こえるが、うん、見えないですよね。ペンギンかな。小さく見えるな。まあ、今のは見なかったことにしておいて、でもこう、うさぎとかないんですかね。うさぎの動物園あったら私は多分もう作りまくると思うんですが。まあまだ渋滞しているレベルではないか。鉄道も引っ張ってきてもいいんですけどもね。多分どこかしらあったはず。ほう、ここにあるんですね。